せーの、みなさんこんにちは。こんにちは。ニューステーションの MC を担当させていただきます、かなでももこです。はい、同じく MC を担当させていただきます、西本千秋です。この番組ニューステーションとは、ウェブサイトミューステにアップされますイベント、ライブ情報、音楽情報、チケット情報をピックアップして紹介していく番組です。はい、そうなんです。私たち2人の独自の視点を加えた、ウェブサイトとは違った側面の情報をお伝えしていく番組となっております。はい、はい、ということで、11回目のミュートークのゲストは浅香さんを迎えしてお送りしていきたいと思います。ウェブサイトミューステで情報を配信しているアーティスト様やクリエイター様、プロデューサー様、宣伝担当様にお越しをいただいてトークを繰り広げるコーナーです。はい、というわけで今回のゲストには浅香さんにお越しいただきました。どうぞ。はーい、いやあさかちゃんがね、デビューしたばっかりの頃とかに、そうでしたね、そう、よくあの収録とかいろんなね、そうなんです、番組ですれ違いをしてたんだよね。そう、すれ違いで見えみすれてたけど、そうみたいな、そう、同じ番組に別々のね、会でゲストとかで、でもすごいね、あのデビューしましたって感じで挨拶に来てくれて、懐かしい、ね、もうあれから1年以上も経っちゃって、うん、聞いてくれてて、そうなんです、今日は一緒できて嬉しいです。私も嬉しいです、ありがとうございます。いっぱい浅香ちゃんの魅力をお届けしていきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあまずはあちらのカメラに向かって自己紹介お願いします。はい、アジアに咲く花、アニソンシンガーの浅香です。よろしくお願いします。イエーイ、花咲きました。そうです、うん、アジアに咲く花と書いて浅香と書きます。いや、そうですね。はい、というわけで今日はですね、浅香ちゃんに今年の1月に発売しましたシャイニーデイズ、そしてシャイニーデイズがオープニング主題歌になっているゆるキャンの DVD 発売情報、アニメ放送情報などなど、たっぷりとお話をお伺いしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、まず浅香さんのね、うん、プロフィールをご紹介していきたいと思います。お願いします。したい、お伺いもしていきたいと思います、うんうん、はい、お願いします。まず1999年10月7日生まれ、うん、誕生しました。誕生しました。18歳です。わ、うん、ついこの間高校を卒業しました。おめでとう。ありがとうございます。フレッシュです。ね、浅香さん幼少期3歳からなんと5年間アメリカで過ごされてた、はい、すごい、はい、じゃあもうペラペラだね。ちょっとは喋れます。ちょっとです。すごいすごい、うん、はい、そして2016年10月に17歳の高校生アニソンシンガーとしてテレビアニメオカルティック9のエンディングテーマ、うん、オープンヨアイズでデビューされました。はい、ありがとうございます。はい、ということですが、浅香さんすごい経歴をお持ちですけれども、かっこいいわ。いろいろ突っ込んでいきたいお話があるんですが、うん、はい、やっぱりアメリカだよね。アメリカの生活の、ね、もう記憶はもう鮮明に覚えていて、で3歳の頃だったので、なかなかまだ日本語もそんなに喋れない。そうだよね、まだなんかママとかパパとかそういうレベルだったので、とりあえず日本語もあんまりなのに、英語もそこでちょっと両立していかなきゃいけないということで、あの私の住んでたミシガン州っていうのが、まあ、ニューヨークほどそんなに日本人の人口があんまり多くなくて、で私の入った学校も当然日本人もいなくて、もう英語をなんだろう、こう喋らざるを得ない状況ってなった時に、コミュニケーションを取る方法としてジェスチャーだったんです。おー、ボディーランゲージ。そうです、うんうん、でもイエス、ノー、もうこう全部体で表現して、食べたいだとか、お腹すいたとか、全部ジェスチャーでやっていくうちに、だんだんその耳もその英語に慣れてきてっていうのもあって、気づいたら英語も
聞き取れて話せるようになっていたっていう感じで5年間を過ごしてました。いやそんな朝香ちゃんなんですけれども、はい、昨年ですね、セカンドシングルテレビアニメセントールの悩みエンディングテーマのエーデルワイス、はい、そしてサードシングルゲームオカルティックナインのオープニングテーマプレイザゲームとリリースをされまして、はい、今年の1月にはね、私も大好きですよ、テレビアニメゆるキャン初のオープニングテーマを担当。ありがとうございます。いやこれすごいですよね。でかもうギュギュッと濃いなんかね時間を過ごされてると思うんですけど、ね、去年はどうでしたか。去年はもう特に忙しくて、うん、あのリリースもそうなんですけど、うん、イベントとかライブの出演もたくさんさせていただいた年で、この1年ですごいスキルアップしたんじゃないかなと思ってます。そうですね、はい、なんかファンとしてもすごいなんか推しがいがあるというか、もう次はあっちか、おこっちかみたいな、そう思っていただけてるといいなと思ってます、しかもこう作品が全部ね本当面白い作品ばかり巡られて、うらやましい限りです。いやいやいや、もうありがとうございます、うん、素晴らしいですよ。じゃあそんな中、うん、今年の1月に発売されました、はい、シャイニーデイズことについてちょっとお伺いしていきたいんですけれども、ぜひ、さっきもありましたけど初のオープニングテーマを、はい、テレビでは、うんうん、そうなんですよ、うんうん、感想はどんな感じですか。いやもうとにかく嬉しかったですね。うん、嬉しさとともにその本当なのかなっていう、夢みたいな感じ、夢かなみたいなのもあって、やっぱりそのアニソンのオープニングとエンディングっていうのは私的には役割はちょっと違ってくるなという思いがあって、エンディングはそのお話の最後を飾る楽曲なので、締めとして来週もまた見たいなと思ってもらえるような楽曲にしたいなと心がけていたんですけど、オープニングっていうのは初めを飾る音楽なので、その来週の楽しみというよりかは、うん、これからアニメの始まるワクワクドキドキっていうのをその楽曲を通じて皆さんにもちょっと感じていただけたらいいなという思いを込めて、今回このオープニングに、はい、レコーディングを挑みました。へえ、まあ、やっぱエンディングとねやっぱ違った気持ちで挑んだってことですね、はい、なんかしかも、うん、なんかシャイニーデイズ本当に窓を開けただからすごいもうスタートだよね。はい、もうそこからもう朝ですみたいな、朝ですよ、朝ですよ、感じるよね。そうなんです、本当一日のスタートにふさわしい。そうなんです。実は、うん、このゆるキャンというアニメがですね、ゆるっとキャンプをして、うんうん、そうだね、女子高生の女の子たちがキャンプをするという話なんですけど、うんうん、この楽曲のシャイニーデイズがキャンプをしてる最中ではなく、キャンプに行く前日の、わかる、なんか、うん、やっと明日キャンプだっていうワクワクドキドキっていうのをテーマにしてるので、まさにその、うん、あ朝起きて今日キャンプだっていうところから始まるんですよね。まさにぴったりですね。そうなんです。遠足の前とかも準備してるとワクワクして、そうなんです、お友達も早く早く来いみたいな、そんなね、はい、ワクワクが詰まってるんですね、はい、またキャンプに行きたくなる、うん、そうですね、行きたくなりますね、やっぱりあの曲を聴きながらこう車でみたいな、あー、そう、ね、まさに車で聴いていただきたい曲になってます。素晴らしい、ぴったりめっちゃですよ。シャイニーデイズを含めてですね、たくさんのタイアップ楽曲を歌唱なされているんですが、はい、主題歌楽曲歌う際にですね、はい、気をつけてらっしゃることなどあればお聞きしたいんですが、気をつけていることはですね、うん、やっぱりアニソンとかゲームソングっていうのは、うん、作品がそのあってこその楽曲だと私は個人的に思っていまして、うんうんうん、朝香を 100% 出していっちゃうと、うんうん、もうアニソンじゃないじゃん、ただの私のオリジナルソングになってしまうなと思っているので、作品のいかにその世界観を出していいかだとか、作品重視でレコーディングをしているので、いつもレコーディングするときにはパーセンテージを気にしながら、自分のそうです、朝霞色を、朝霞色は今回 50% でいこうかなとか、ちょっとこれをシリアスめで私をとこう等身大で出していくっていう感じではないから、ちょっと 10% に抑えようかなっていう感じで、楽曲の世界観、そしていかにその自分の等身大と合っているか向き合っていくかっていうのを気にしながら、パーセンテージを合わせて一緒にこう楽曲をっていう感じで、いつもなんか面白い、なんかそのそ心持ちのパーセンテージで操作するっていうのはなんか初めてのなんか事件です、はい、本当ですか。こんな風に歌えようかなとか、なんかそういうふうに思いますけど、自分色何パーセントみたいな、ね、面白い、なんかね、はい、特
にオカルティックなデビューシングルの方は、うんうんうん、あの私の等身大っていうよりかは、うん、そのオカルティック内の主人公の視点で描かれていたので、もう自分だったらこう歌おうではなく、主人公だったらこういう気持ちで歌うだろうっていう、まさにキャラクターになりきって歌っているので、そこはちょっとクールな自分を演じてみたりだとか、で等身大で言うと今回のこのシャイニーデイズっていうのがまさに自分の等身大を出して歌っているので、こう未来へ踏み出そうとか新しい一歩へっていう、そういう感情っていうのはレコーディングをしたのがまあ去年の11月とかだったんですけど、まあ4月に向けて高校も卒業して新しい未来進もうっていうところがすごい自分と重なっていて、じゃあこれはもう自分をちょっと多めに出していこうということで、すごい等身大の自分を感じていただける楽曲になっているのではないかなと思っています。なるほど、すごいなんかもうね、綿密にすごいなんかすごい勉強になりました。いやいやいや、もう全然なんかこのアニソンだったりゲームソングっていうのが本当にちょっと特殊な音楽だと思うんですよ。です、ね、普通にアーティストであれば、うん、私も奏ももことしての楽曲を届けたりなんですけど、はい、やっぱそこに今タイアップ、うん、アニメだったり作品があることによって、本当、まあ、主人公目線であったりとかプレイヤー目線の気持ちが入るからこそ、なんかいつもと違う自分が出てきて、そうなんですよ ね、それがこっちも楽しいし、うん、きっと聴いてくださる方にもなんか届くものがあるんじゃないかなと思うので、ぜひねシャイニーデイズはもちろんのこと、今までのシングルもですね聴いていただいて、あさかちゃん何パーセントだろうってね研究してもらったりしたら面白いんじゃないですかね。面白いと思います。想像しながら聴いて、ねえ、はい、面白そう。なんとユーキャンのDVD が、うん、そうなんですよ、発売されるということで、はい、第1巻が現在ユーキャンの方発売されていまして、はい、DVD ブルーレイも発売しています。そして5月の23日に、うんうん、なんと第2巻も発売しちゃいます。なのでね、ゆるキャンロスで寂しいよという方はぜひ DVD の方で追って見ていただけると、よりねゆるキャンも楽しんでいただけるんじゃないかなと思っていますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さらにはゆるキャンの放送情報もあるとのことで、はい、教えてください。はい、現在 BS11 さんにて毎週木曜日24時半から再放送を行っています。うんうん、そしてなんと、うんうん、ゆるキャンの聖地である山梨で初めて放送されているそうです。いやー、もう聖地が初めてってね。そうなんですよ、ファンの方もすごい嬉しいですよね。はい、なので山梨のお住まいの方はぜひチェックしていただけると嬉しいです、うん、でまだゆるキャンもねご覧になってないよという方はこれをね機にぜひ見ていただけると嬉しいなと思っております。本当に話題でしたからね、うん、そうなんですよ、うん、なのでちょっとぜひ詳しい情報などはゆるキャンのホームページでご確認してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。では改めまして、はい、今後の活動や意気込みや告知について何かあればよろしくお願いします。はい、7月7日に、アニソンシンガーのゆりかちゃんと一緒に、はい、ツーマンライブをやることが決定しております。やった、ツーマンライブ初めてなんですよ。おー、そしてもう一つあるんですけど、はいはい、私がずっと目標にしていた8月24日から3日間開催されるアニメのサマーライブに出演させていただくことが決定しました。おめでとう、アニさんも来た。もうアニさんはすごいよね。そうなんです、インタビュー記事で見させてもらったんですけども、うん、はい、うん、ずっとねあのお父さんと一緒に見て行ってたライブなんですよね。行ってたんですよ、もう中2からずっと兄様に通っていたので、その自分がずっと見ていたライブに見る側ではなく歌う側に行ってなると、ね、ちょっと未だにその信じられないですね、夢みたいな新たなステップにも乗った感じですね。そうなんです、うんうん、今回アニメのサマーライブっていうのは毎年テーマソングっていうのがあるんですけど、うん、 そうだよね、そのテーマソングの歌唱にも今回参加させていただきました。じゃあもう歴史に残る。そうなんです、アニメ様って本当にアニソンシンガーの夢の舞台で、そうなんです、ね、その歴史に残るパンフレットとかね、そうなのかな、パンフレットもあるのか、ね、いやー、あるかな、なんか毎年さいろんな対談みたいなのあったりするよ ね、できたらいいな、コラボあるのかなとか、コラボあるかな、ね、ドキドキしちゃう、ドキドキします、本当に楽しみ、ね、ぜひこの大舞台ですね、あさかちゃんのライブグッズを身にまとったりして、はい、もうあさかちゃんの目に届けって応援していただけたら嬉しいと思います、はい、私は8月24日の初日に出演するので皆さんぜひ応援しに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
今週はあさかちゃんにお越しをいただきましてお送りいたしました。それでは皆さんバイバーイ。ニューステーション、あっという間にニューステーション11回目放送終了の時間が近づいてきてしまいました。はい、あっという間でした、ね、今回もあっという間だったけれども、はい、今日はゲストにあさかちゃんをお迎えしてお届けしてきましたが、どうでしたかちーちゃん。いやもうね、うんうん、かわいいね、すごくフレッシュ。だってついこの間ね、高校を卒業したばっかりなのに、わその可愛さだけじゃなくてしっかりとした意思を持っていて、うん、とっても、まあ、歌声ももちろん素敵だけれども、すっごい魅力的なプリティな方でしたね。またぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、そしてここでウェブサイトミューステからのお知らせがあります、はい、現在ミューステでは動画番組を配信しております。毎週木曜日更新のこの番組ミューステーション、さらにですね水曜日更新の声優木戸あかりちゃんと高柳智代ちゃんがボードゲームを紹介する番組チップ&ダイスチャンネル、さらには毎週金曜日更新のサバゲー体験 TV サバゲノム、さらには定期更新の太田彩香のヌパ道、そしてボイジャーチャンネルがありますので、ぜひぜひチェックしてください。さらにですねミューステは、動画番組この内容がカラオケパセラさんでも放送されているということなので、ぜひ大きなスクリーンでも私たちの番組を見ていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。はい、はい、それでですね次には、うん、マッシュアップエンターテインメントからも告知をさせていただきたいと思います。お願いします、はい、まず、うん、ももちんの6月23日、うん、バースデーワンマンライブあります。あります。いえいえ、こちらはねお客様無料ご招待ということですね、うん、はい、ちょっと特別なねワンマンライブになってますので、うん、ぜひぜひまだ奏ももこの歌聞いたことないよっていう方も、なんかアニソンシンガーのライブ行ってみたいなとか、もう生のねライブってなかなか機会ないと思うんですけれども、はい、ぜひ今回無料ということもありますので、お友達と一緒に遊びに来てください。はい、詳細はですね6月の23日の、うん、土曜日、はい、会場が16時、開演が17時から、会場が M ボックスということで、はい、遊びに来てください、ね、楽しみですね。はい、そしてボイジャーは5月12日に、うん、ボイジャークルーファンクラブ限定イベント、初のイベントを行いますね。こちらもですね、うん、パセラ銀座店にて開催させていただきます、うんうんうん、ボイジャークルーの限定の、うん、限定の限定のイベントとなりますので、ぜひぜひまだファンクラブに入ろうかな、どうしようかな、考え中って方はぜひぜひご入会していただけたらと。あ、はい、いらっしゃいませ。入っちゃったようこそボイジャーファンクラブへ。イエーイ、はい、クルーになったぜ。今のももちみたいにこうね、うん、入ってきていただけたら嬉しいと思ってます。よろしくお願いします。お願いいたします、はい、そして、5月12日私はですね愛媛県の松山にてイベントをさせていただいております。そして翌日は、5月の13日大阪でもイベントをさせていただきます。さらにマッシュアップエンターテインメントからのお知らせといたしまして、ゆずぽんがですね5月の27日銀座ベノアにてバースデーワンマンライブを開催です。そしてそして太田ちゃんは5月12日私と一緒に松山へ行ってまいります、はい、そして翌日5月13日に太田ちゃんはですね新曲の配信開始記念イベントがございます。もう盛りだくさんですね。盛りだくさんだ ね、うんうんうん、ですね。ぜひぜひマッシュアップの活躍にも注目してください。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして時に、うん、時に阿部さん、はい、そして次回のゲストですよ、忘れちゃいけない、ここ次回のゲストはですね、なんと、そう、ももちんです。かなれももこさんをよろしくお願いします。はい、お送りしていきたいと思います。やった、ついに出られますよ。イエーイ、楽しみですね。はい、いつものこのミューステのね、うんうん、MC ももちんからはわからない魅力を側面をね、側面をめっちゃこう引き出していきたいと思いますので、うん、どうぞお楽しみにしていてください。ぜひ見てください。はい、というわけでここまででミューステーションは終了とさせていただきます、うん、ありがとうございました。お届けしましたのは瀬下千秋と奏ももこでした。せーの、バイバーイ。